それでは始めたいと思います。今日はですね、ここから始めたいと思います。これは1985年、私は JICA の、サハン北スマトラにおける、マラリア対策プロジェクトに参加しました。その時、コミュニティに入って、子どもの、皮脂をチェックしているところです。で、最初にやった仕事っていうのは、このアサファンの海岸の学校の子どもの皮脂率をアップする、そういう仕事をしました。31%から0%と非常にこうヘテロジェネティックになるわけです。それとともに、これはですね、僕が最初にそのパブリッシュした、ペーパーなんですけども、プリマキンの熱帯熱マラリアのガメトサイトに対する効果をですね、検証しました。で、ファンシダールだけで投与するとですね、リングホーンが消えた後に、こういうふうにこのガメトサイトが結構たくさん長期間、42日くらいまでこう続いてるんですけども、シングルドーズのプリマキンを込ませることによって、それは相当減ると。で、これはですね、その後のプリマキンによる集団投薬、そういうことについての非常にこう示唆的な研究となりました。それで話をですね、オセアニアのマラリアに移しますけども、オセアニアのマラリアがあるのはパプアニューギニアとソロモンとバヌアツだけです。それで、パプアニューギニアとソロモンでは、人口1000人あたりのマラリア発症率が、156とか247で、たくさんの人が死んでる。熱帯アフリカと匹敵するような状況も今でも続いてる。だけど、バヌアツは3.5と非常に低くなって。ちょっと見ていただきたいのは、この熱帯熱と密化熱の割合です。で、パプアニューギニアでは半々、それがソロモンになると、PF が、熱帯熱が22%、バヌアツが6%ですね。これだんだん減ってきて、実はこのステップが、バヌアツがかつてですね、40年前から取ってきた道でもあります。それで、1980年代、この時はバヌアツ自体のエ、あのアニュアルパラサイトインシデンス、人口1000人あたりのマラリア発症者っていうのは200人ぐらいあって、しかも熱帯熱が80%占めてたんですね。で、僕がバヌアツに最初行ったのは1987年です。で、WHO のマラリアロジストとして行ったわけなんですが、それから7年ここで仕事したということになります。で、バヌアツですけども、当時の、人口は20万で、68個の島に120の言語グループが住むという非常に特異的な形態をとってて、それで、ここにバクストンラインというのがありまして、これが南西太平洋における浜だらかの分布限界、これよりも東には浜だらかがいないという非常に特殊な世界が、ポリネシアが広がっているということになります。それで、ポートビラですけども、これ首都のポートビラ、ここに WHO のカントリーリエゾンオフィスという小さなオフィスがあって、そこにいたわけです。それで、こっち小さな島はアイソレートされている。で、コミュニティもですね、こうインフラがないもので非常にアイソレートされている。で、こういう川があって氾濫して、その、蚊のブリーディングサイトができると。で、日本でいうと縄文時代みたいなところに住んでる人もいると。で、田舎の方行くと自給自足の生活が続いているということです。で、こういうそのコミュニティに入って、それで私はそのマラリアの調査を、それから推してきたわけです。で、基本的にはですね、インドネシアと同じように、ひたすらですね、子どもの皮脂を調べるっていうような生活をずっとしてました。で、数は少ないですけども、こう脳性マラリアになったり、それからこう発症してくる人もいるんですが、非常にこうインプレッシブだったのは、こう多くのマラリア感染者が、この元気に学校でサッカーをしているというですね、この当時は PCR とかなかったんですけども、それでもやっぱりこう無症候性の感染者がたくさんいるってことがですね、非常にインプレッシブだと思いました。それで、これはですね、島を北から南に主な島を並べてみると、マラリアの発症、年間のマラリアの発症者数、高いところでは250になって、で、南の方はだいたいこうもともと低かった。で、北の方は高かった。で、この、年間の発症者数と、それから G6PD 欠損症の欠損症率とは非常によくこう相関しているという関係が見られていました。で、これは発症者数の季節的な変動を示すんですが、これをよく見ると、熱帯熱マラリアは非常に顕著な、
変動を示す。だけど3日熱マラリアはあまりそう、変動しないんですね。これはその肝の休眠体、3日熱マラリアが持ってるために、こういうその、シーズナルフラクテーションがあまりないということになります。こっちの方はですね、年齢群別の感染率です。で、これで見てみると、まあ、これクロスセクショナルな調査から得られるんですけども、まず、生まれた子どもは3日熱マラリアの感染率がぐっとこう上昇します。それで、3歳ぐらいにピークがあってすぐにもう落ちるようになります。それに対して熱帯熱マラリアは結構ダラダラと上がってダラダラと下がるという関係になっています。それでですね、1955年に、国際社会は最初のグローバルマラリアエラディケーションプログラムを始めました。まあ、大事なことはこの時には多くの熱帯アフリカの国は参加しなかったんですね。で、まあ、これは非常にこう DDT スプレーに深く依存したものだったわけですが、まあ、1969年に、マラリア対策にはマジックブレッドはないっていうですね、まあまあ、そういう教訓を残して終焉しました。で、まあ、それから実際にはですね、こうマラリア死者数とか感染者数がこ うなぎ登りに上がってたんですが、その非常にですね、こうマラリアの世界では非常にペシミスティックになってた時代に僕はあのバヌアツにいたってことになります。だけどもこういう小さな島であれば、まあ、あのこういうその マラリアの撲滅ってことができるんではないかとその時は僕は思ったわけです。それでそのフィジビリティを検証する、スタディをアネイチム島っていうバヌアツ一番南の島で始めました。まあ、その時取った戦略っていうのは短期の集団投薬とそれから長期的な、媒介化対策、それから、まあ、大事なことは、まあコミュニティのパーティシペーションというのを最大限に、担保するということです。まあ、それによってですね、マラリアエラディケーションアイランドという形で2000年にランセットに、発表しました。で、まあ、この仕事は、まあ、小さな島でやった仕事なんですけども、その後2000年ぐらいから新たにこの国際社会がグローバルマラリアエラディケーションにコミットしてきたときに、そのプルーフ・オブ・コンセプトを提供するというふうに評価されてきたと思います。で、まあ、その時やった MDA なんですけども、まあアネチムのポピュレーション、その時は750人ぐらいだったんですけど、全人口を対象にして雨季の直前にやりました。で、さっき言ったそのプリマキン、クロロキン、それからファンシダール、この3つの薬を週に1回9週間投薬したっていう、結構熱帯熱マラリアの、生殖母体も3日熱マラリアの休眠体もターゲットにした、MDA だったわけです。で、媒介化の寿命っていうのがだいたい5週間以内なんで、これ の最後の方になると人間側からも媒介化からも原虫が排除されてると、そういう状態が期待されている。それが、まあ、マラリア撲滅ということになるわけです。で、まあ、もう全くこう資源が、人の資源も、ないところなので、もうコミュニティにこういうオペレーションをやってもらうしかないという状況で、まあ、非常にこう、コミュニティパーティシペーションということをですね、最大限に生かしてやったと。で、僕最初にインプレグネイティベッドネットバランスで使ったのは1988年です。まあ、その時はもちろん LLIN はですね、まだ手に入らなかったんで、こういう形でコミュニティがインプレグネーションをやるという形でやりました。で、まあ、どうやってコミュニティをですね、こうトレーニングしてできるようになるかということで、その時いろいろですね、蚊帳1個が水をどのくらい吸うかとかですね、その 0.5 グラム、ペルメスリンの 0.5 グラムパースクエアメーターを達成するためには、どういうようなオペレーションをやればいいかということで、まあ、こんな簡単な表を作りました。例えば、1つの村で20個のネットを配る必要があるってことが分かったら、それに必要なソリューションが5000で、これをその水4600とそのペリメスミン 25% の原液400と一緒に作ると、まあ、こんなような形でですね、こう住民がこう、そういうミックスをできるような形にしてやりました。で、まあ、その当時はそのまあ住民も貧しかったけど、マラリア対策自体が非常に貧しくて、でやっぱこの蚊帳1回配るとですね、結構10年ぐらい使ってるというような状況でした。で、まあ、ここの人たち初めて蚊を見るって人たちが結構多くて、非常にこう重宝されたというふうに思ってます。で、まあ、この
MDA によって、その MDA 前にはたくさんあった密化熱マラリアと熱帯熱マラリアが、まあ、激減しました。で、特に熱帯熱マラリアは、この、MDA 後亡くなった後、一度たりとも今に至るまで戻ってきていません。ただ密化熱マラリアは、この5年間ぐらいはですね、少ない数が出ました。で、大体ヒプノ肝臓の密化熱マラリアのヒプノゾイトのロンジェビティっていうのが5年ぐらいだっていうふうに言われてるんですね。で、だからまあこの5年ぐらい経つとそれが消えたというふうに、まあその時は考えました。で、これはですね、そのインターベンションやったアネイチムと北部にあるマラクラ島、まあマラリアの伝播が続くところ、それからフツナっていうですね、バイカイカがいないっていう非常に特殊な島があるんですが、そのマラリアの状況を比べたものです。年齢群別のマラリアの感染と、それから子どもの皮脂率です。で、まあ介入前はアネイチムの状況っていうのはマラクラと同じような状況だったんだけど、7年経ったらフツナと同じような状況になったということを示しました。はい、あ、どうもすみません。で、まあ非常に大事なことは、こういう撲滅対策を始めた後に、このコミュニティマイクロスコピストによるサーベイランスをですね、構築したということです。で、まあこういうコミュニティのボランティアをマイクロスコピストにトレーニングして、で、この人たちが何をやったかというと、この島に入ってくるパッセンジャーのアクティブケースディテクションと、コミュニティ内の発熱に対するパッシブケースディテクションをやりました。で、まあ、こんなような飛行機で、まあ、大体週に2便、1回20人ぐらい入ってくるんですが、まあ、この状況というのは今になってもあんまり変わってないんですね、驚くこと。それで、まあ、これはアネイチムの本島で、その、沖合に無人の、島がありまして、この島がその飛行場として利用されていると、こんなような状況になっています。で、この島でその、まあ、採血して、それで、まあ、顕微鏡検査して、もし陽性だったら治療すると、そういうシステムを作りました。で、これが実際にですね、このアクティブケースディテクションとパッシブケースディテクションなんですが、アクティブケースディテクションを見てみると、まあ、密化熱マラリアも熱帯熱マラリアも入ってきています。だけど入ってきたけども、まあ、これは水際で抑えられたと考えています。ただし、ね、密化熱マラリアはこの2002年にこのコミュニティ内で多くの集団感染が出た、まあ、これはリサージェンスが起きたというふうに考えました。で、その時見られたリサージェンスなんですが、このまあ年齢を見ていただきたいんですが、この生まれた年ですね。で、多くのそのほとんどの密化熱のケース症例っていうのは、その1991年の MDA をやった後に生まれた人たちだと。で、大人はどういうことになってたかっていうと、この折れ線はですね、年齢群別の、マラリア原虫に対する抗体価を持ってる、抗体を持ってる人の割合を示してるんですが、こういうふうにその、まあ、10年経ってたわけですけども、こういう免疫が残ってると、IgG 抗体が残ってると。こういうようなパターンが見られました。それで、この時マイクロスコープの結果しか知らなかったわけなんですが、そのマイクロスコープで見つかった原虫の、ミカレスマラリア原虫の竹をですね、これは田辺和之先生に、まあ、見てもらったというわけです。とミカレスマラリア原虫のっていうのはすごいこう竹に飛んでて、こう電波の続いている他の北の方の島では非常に竹に飛んだか形をしているんですが、アネイチムのこの2002年のリサージェンスの時の原虫は非常に多形が限られていた。だけどもそこで見つかったハプロタイプっていうのは他の島にも見つかってて、一応シナリオとしては他の島から持ち込まれたものが短期間にこう広がったというシナリオが成り立つのではないかというふうに考えました。それで2002年のそのアウトブレイクの後にもう一回ですね、この密化熱をターゲットにした MDA をやって、それでですね、その後もやはり、それから5年ぐらいはですね、マラリアがですね、ちょくちょく出てた。まあ、これはでもこの時はまあ PCR がもう手に入るようになってて、で、まあ、ほとんどがいわゆるサブマイクロスコピックな感染だったわけです。それでやっぱり5年ぐらい経つと そういうものもほとんどなくなって、2010年からは全く出てないということになっています。で、じゃあ
で、まあ、一つ重要なことはですね、このマラリアの発症者は亡くなったけども、このベッドネットを使う、このプログラムはずっとこう、維持されてきたということです。で、先ほど示した大人に残ってた免疫がどうなったかということなんですが、それでまあだんだんですね、こうウェーニングしていくわけなんですけども、まあ、我々の調査では、1991年から2002年ぐらいまでは成人においては非常にこの免疫が残ってて、その後ですね、こう減衰しだした、そういうようなパターンが見られています。それで、その後バルマツでもグローバルファンドが入って、それで LLIN、 それから ACT、RDT なんかも入ってきて、で、まあ、これスケールがですね、2000年に入ってから80です。さっき見せたのは200だったわけですから、全然こう違うんですが、まあ、全体のマラリアがですね、こう非常にこう下がってきた。で、それともあって、特に、熱帯熱マラリアがほとんど消えて、未加熱マラリアだけになるというパターンになっています。で、まあ、最近のですね、この状況なんですが、やはりこのもともとこのマラリアが高かった北部の、村には、まあ、これ RDT と PCR の結果を見てるんですけども、 PCR で見ると、それなりに残ってると、2% とかですね、残ってると。だけど、その多くが、というかほとんどが、そのサブマイクロスコピックになっているということです。で、このプレバレンスが下がるとサブマイクロスコピックになるっていうのは、世界全体でそういうことが見られてまして、まあ、これはスライドの、プレバレンス、それがまあ 60% からだんだんこう下がっていくと、なぜかそのパラサイトデンシティが下がってくるんですね。それによってサブマイクロスコピックインフェクションがこう割合が上がっていくってことが、確認されています。で、まあ、これがですね、普通やっぱ免疫が下がればこれがパラサイトデンシティが上がるんじゃないかというふうに思うわけですが、それ以外のなんかメカニズムがあるんではないかというふうに考えています。それで、まあ、21世紀に入って、そのマラリアの流行地への資金の調達が非常にこう、倍増、激増しました。まあ、それはグローバルファンド、それからあと PMI とかそういう仕組みができたわけなんですが、それによって2004年ぐらいから初めて、このマラリア死者数が減少に転じてきます。それで、だけども今はですね、この COVID-19 のパンデミックを超えて、その熱帯アフリカのマラリアエリミネーションを加速するってことが非常に大事なテーマになるんではないかというふうに考えてます。で、実際にですね、この COVID が始まる前に、そのマラリアの死亡者数の減少にブレーキがかかってた。で、マラリアの発症者数は、まあ、2015年ぐらいからですね、結構増えてる国も出てきてたという、そういう状況だったわけです。まあ、そこにCOVID-19 が起きて、実際に一番新しいワールドマラリアレポートでは、2020年には1400万発症者数が増えて、6万9000人死者数が増えたという、まあ、状況になった。なってます。で、まあ、この熱帯アフリカにはまだこういうそのマラリアベルトがあって、今ケニアでやってるのは、まあ、ここがビクトリア湖なんですが、このマラリアベルトの東端ということになります。で、まあ、この、まあ、ホマベイ郡っていう地域なんですが、ここはまずその最貧地、非常にこう貧しい地帯であって、それから、その5歳未満の死亡率って非常に高い死亡率がつながっていると。で、その、一番大きな原因がマラリアっていうですね、そのマラリアのパーニシャスサークルが続いているという、そういう状況が続いています。で、まあ、この地にもですね、この LLIN とか IRS というベクターコントロールのツール、もしくは RDT とか ACT っていう、診断治療のツール、それからさらには IPTP っていうその妊婦に対するその予防、こういうような最新兵器がですね、ふんだんに、供給されてるんですね。それにも関わらずですね、この地域でこの高いマラリアの伝播が続くのはどうしてかということをですね、我々は、まあ、2012年ぐらいからこの地に入って、その熱研との共同研究によって、見てきました。で、そこから出てきた、まあ、3つの要因というのは、その高いリシジュアルトランスミッションの3つの要因として3つ挙げました。で、1つはですね、無症候性、それからサブマイクロスコピックの多くのケースが無症候性サブマイクロケースだということです。で、この人たちっていうのは、治療を求めません。だからで、検査しても引っかからない RDT っていう。しかし、どうもそのトランスミッションのメンテには寄与しているということが、エビデンスが出てきています。それから、まあ、
ピレスロイド耐性の媒介化、それからさらには行動ですね、早期バイティング、それから外部、屋外吸血性の媒介化、これはまあそのアノフェレスガンビエかアノフェレスアラビエンシスというそのシフトを伴って、種のシフトを伴ってこういうことが結構大きな問題になっている。それからですね、3つ目に挙げたのはそのこんだけ大きな問題にあるのに必ずしも住民側がその予防対策行動をマキシマイズしないという、まあ、そのベッドネットをその多目的に使ったり、それからその診断治療が遅れたり、それから何といってもそのプログラムのオーナーシップというものが全くない、まあ、そういうことに対してですね、こうインターベーションしていけないかということをですね、これまでまあ提案してきたわけです。で、まあ、マラリア感染マスというのは、まあ、あのこの 氷山に例えられまして、発症して重症化して死ぬっていうのは水面上の一角であって、その下に大きなですね、その無症候性しかもサブマイクロスコピックのマスがあると、でこれが感染源になっていると、まあ、こういう図式ができているわけです。まあ、これに対してですね、まあ、我々はその集団投薬による短期のアタック、それとともにこういう発症者に対する診断治療の、インプルーブメント、それから、ベクター対策の強化、それに加えてその住民のこのビヘイビアチェンジということを、取り入れた、こういうパッケージですね、インテグレートストラテジーを作ろうということをサトルプスで提案してきました。それで、まあ、これはあの現在の、まあ、最近の感染状況ですが、まあ、ここはあの大きな島と小さな島と内陸部というふうにあるわけなんですが、まあ、これは RDT、 こっちは PCR で、まあ、非常に高いところはまあ、RDT で 30%、PCR だと 60% 陽性と、そういうような状況が続いてます。それで、実はですね、この地域っていうのは、PMI が IRS の、プロジェクトを大規模に展開して、その中に入ってるんですね。で、たまたま我々のこうサーベイランスに引っかかってきたということで、それ でこの IRS の効果っていうのが検出されてます。で、IRS がですね、こう1年に1回ずつこう4回こうやられたところでは、かなりのこのプレバレンス、抑止力が見られています。まあ、アクテリックっていう、殺虫剤を使ってるんですが、それに対してですね、1回しかやられなかったところなんですね、この住民の、拒否があったりして、1回しかやらなかったところでは、1回一旦下がるんだけど、すぐに上がるっていうような状況が見られてて、やっぱこの単独で考えるとサステナビリティってことが非常に問題になるのではないかというふうに思いました。それから、これはまあサトリプスが始まる前なんですけども、オコデっていうですね、これ非常に小さな島がありました。そこで MDA のパイロットプロジェクトをやりました。やっぱりここでもですね、こういうコミュニティダイレクトのアプローチをやって、非常に高いコンプライアンスを得たんですが、で、まあ、薬としては ACT とシングルロードーズのプリマキンを使いました。まあ、ここでは熱帯熱マラリアが ほとんどで3日熱マラリアはないので、まあ、MDA のレジムとしてはも単純なレジムになります。で、1ラウンド2ラウンドやって、この青いのはマイクロスコープの結果なんですが、マイクロスコープで見る限りは完全に抑えられる。だけどもどうしてもですね、この PCR でも見るサブマイクロスコピックのインフェクションでこう消えない分隔があるんですね。で、そういうのが残る。それで、まあ、インポーティッドなマラリアも入ってきて、それで数ヶ月のうちにですね、まずサブマイクロスコピックが元に戻って、それでマイクロスコープも後ろに戻るっていうようなパターンが見られています。ただ、まあ、この研究からですね、こう、まあ、リサージェンスがどういうふうに起きてくるのか、それから、まあ、こういうこの ACT とシングルロードーズプリマキンの安全性、それからそもそもですね、これはエシンプトマティックでローデンシティインフェクションがどういうふうにメンテインされてトランスミットしているか、こういうような課題に対して今さまざまな研究を、やっているところです。で、まあ、今日はこれ、ね、それからその発症者に対する早期診断治療っていうのはやっぱりこう一義的に非常に重要なテーマなわけなんですが、まあ、その関連でシスメックスの XN31 のですね、評価、特にこうフィールドで使えるかどうかということの評価をやってきました。まあ、そのポイントは2つありまして、1つはフィンガーティップ、歯頭血採血でこれがいい結果が出るかということ。これもう一つはですね、そのサンプルの、スタビリティという点なんですね。まあ、24時間、
砂血あとのものでも出るかと。でもその両方についてですね、非常にこうポジティブな結果が出まして、で今後ですね、この学校のマス調査なんかにこれをですね、応用していきたいというふうに考えています。でこれはですね、まあ、こう配られた LIN がどんなふうに使われているかというですね、まあ、ちょっとした、まあ、自分のいろんなコレクションなんですか、まあ、そこありとあらゆるものに使われていると、まあ、こういうのはやっぱりその貧困ということとの裏腹にあるもの、一概にこうなんあのそこ責めるとかそういうものではないわけなんですが、まあ、こういうことが一つはやっぱりあの媒介化の体制ということも関係していると思います。それであのノーベルあの媒介化の新たな対策としては、オリセットプラスで作ったシーリングネットというものをですね、今検証してます。で、まあ、シーリングネット自体はですね、こう新しい概念ではないんですが、我々は、まあ、あの住友化学の、といろいろこう相談させていただきまして、まあ、オリセットプラスっていうその、ピペロニルブトキサイドをピレスドにかぶせたその新規の、その蚊帳、そのマテリアルでシーリングネットを特注してこう使ってみてるというわけです。それで、まあ、それを使うようになると、その媒介蚊はこのイーブの部分からこう入ってくるんですが、この蚊はここにトラップされてしまう。で、こう、小口から入ってきた蚊は、仮に人を刺したとしても、屋根に接触して死ぬということです。で、まあ、これはですね、その LLINs とこの共存して使うという考え方なんですが、特にですね、こういうここに載ってるこの学童ですね、この、年齢層が一番感染率が高くて、しかも蚊帳を使ってないんです。まあ、こういう人たちを、子どもたちを守ることができるんじゃないかというふうに考えています。で、まあ、これもクラスターランダマイズコントロールトライアルが現在ですね、進んでます。で、これはそのインストレーションした時の、様子です。で、次にですね、その、まあ、コミュニティヘルスボランティアっていうのは、このケニアのヘルスシステムのサイマッタに属して、非常にですね、こうコミュニティ、をインゲージするということの非常に重要な役割を果たしている組織です。まあ、これについてはですね、今日は女子大チームの岩下さん、先生が来てますけど、岩下先生、それからあと小樽商科大学の開発経済学の松本先生、この2つの、チームと一緒にやると。で、2つのインターベンションをやってます。1つはエコノミックインターベンション、で、もう1つはですね、シティズンサイエンスアプローチということです。で、ちょっと、まあ、紹介したいと思います。エコノミックインターベンションは、まず知識啓発ってことをこう最大限。で、まあ、そのためにですね、まあ、今日お見せできないのは残念なんですが、まあ、タブレットで見れるようなビデオクリップを作りまして、まあ、しかもこの喋られてる語で作って、まあ、それによってですね、こういうその無症候性感染とかですね、その獲得免疫とか、まあ、おそらくこう住民は理解がないけども、結構重要な部分をこう分かるようにすると。ただ、この知識啓発だけではなかなか十分ではないっていうのが、いろんな研究で出てます。で、そこでですね、インセンティタイゼーション、インセンティブを設定するわけです。で、まあ、インセンティブ、どういうインセンティブかというと、RDT でマラリアにかかんないことを証明したら、リワードがもらえると、そういうインセンティブです。で、まあ、そのリワードの与え方として、コンディショナルキャッシュトランスファーとロッテリーインセンティブスキームっていう2つの方法を比べてます。コンディショナルキャッシュトランスファーっていうのは、ネガティブの人が全てが200シリング、大体200円の少額が必ずもらえると。で、ロッテリーの方は、ネガティブだった人はまずくじがもらえて、で、くじに当選した人が10%が2000シリングをもらえると。まあ、この2つが何が違うかというと、その期待値はですね、経済学的な期待値は同じはずなんですけども、実際の住民はですね、もしかしたらこのロッテリーの方がですね、効果があるんじゃないか。まあ、こういうその、まあ、政策とかを入れるときに、こういうようなこの違いっていうのは非常に重要なんではないかと。それからあと、このロッテリーの方がですね、このアドミストレーションは全然楽なんですね。こう少ない人に与えるってことで。まあ、そういうことでですね、まあ、これもやっぱりクラスターランダマイズコントロールトライアルで見ようとしています。で、ケニアはですね、エムペサっていうモバイルマネーが日本よりもよっぽど発達してまして、賞金抜き渡しはこういうものを使って結構簡単にできるというふうに考えています。で、まあ、岩下凪チームがやってるそのシティズンサイエンスアプローチっていう、これはですね、ネットワークインターベンション、
with community influencer っていう考え方なんですが、まずコミュニティの中にこうインフルエンサー、非常にこうオピニオンリーダー的存在をまず見出す、まあ、これがですね、多くの場合にさっき言ったあのビレッジヘルスボランティアであることが多いという、結果が出ているようですが、で、まあ、こういう人たちを通じてですね、その情報の発信とか、それから、そういうその、をやっていくと、まあ、そういうことによってその、それがそのマラリアのプレバレンスとかビヘイビアに、ヒューマンビヘイビアにどういう影響を与えるかということをモニターしていこうというプロジェクトです。で、この素晴らしい図は何かというと、そのソシャルネットワークをこう数値化してみたっていう非常に素晴らしい図なんですけども、まあ、こんなふうに見えるという、岩下先生が今日来てらっしゃいます。それでですね、まあ、我々のサタリプスは2025年までなんですが、今最初の段階ではですね、この3つのスキームをベクターコントロール、ノーベルベクターコントロール、エコノミックインターベンション、シティズンサイエンスアプローチを、まあ、住み分けしてですね、見ていくと。で、まあ、後半部はこういうのを統合したインテグレーティッドストラテジーを組み立てて、プルーフオブコンセプトスタディによってその、検証したいというふうに考えています。で、今、ま、マウントケニア大学がその、まあ、PI、ケニア側の PI なんですね。で、ここにはですね、まあ、そのリーダーとしてのジェッセ・ギタカ、彼はオサム先生のところで学位を取った、研究者です。アフリカを代表する。それからバーナードは坪井先生のところで学位を取った人で、カロラインも熱研で取ってるんです。で、ムタカイはですね、カロリンスカ研究所で PhD を取った。こういう若手の結構優秀な研究者がたくさんこう、集結してまして、こういう人たちがですね、実は結構彼らはそのラボ系統の研究者なんですけども、このサトレプスをですね、こう下支えしているという形になってます。で、まあ、そのフィールドの末端にはですね、まあ、我々 の, その前線のサトレプスプロジェクトが、開設してまして、ここにはですね、加賀谷先生、まあ、日本人の若手の研究者が張り付いてやってると。それから、まあ、加藤さんというそのジャイガーの調整員、まあ、こういうことによってですね、非常にこう、まあ、大阪市大の学生なんかも入れてね、やってるというわけです。で、まあ、これは最後になりますけども、これからマラリアをこざすあなたへということで、こうちょっとメッセージを作ってみました。一つは、フィールドから課題を見つける。二つ目は、流行地コミュニティに浸透する。で、住民を信頼する。で、何でも食べて飲んでみよう。で、コミュニティからボトムアップ。で、総論よりも各論が大事。スペシャリストよりもジェネラリスト。で、一人でコミュニティに飛び込もう。で、リープビフォーユルックという、こういうちょっと一枚作ってみました。これはすべてですけども、ご清聴ありがとうございました。で、まあ、今回の、このゼロマラリア賞をいただいたというのは、これまでご指導いただいた多くの先輩方、それから今も一緒に仕事をやっていただいている仲間、それから、後輩、あとその共同参与の賜物というふうに考えています。で、まあ、ここにですね、これまでいただいたご支援に対して、心から、感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。